昨日の夜もですね、テレビで落語でブッダを見てました。昨日の夜は五明楼玉之助さんという人が宗門というネタをやってくれて、これはですね、浄土真宗に一生懸命なお父さんがいて、でキリスト教にハマっちゃった息子さんがいて、でこの二人がですね、宗教論争を面白おかしくやるという、まあ宗教にハマってガチガチになってる人は旗から見るとちょっとおかしかったりするわけですけどもね、このなんか人間にはこうありがたがりすぎたりとか信じすぎちゃったりとかいうところがあって、そうなってくるとこうドグマティックになってきて縛られてしまってエキセントリックになってくるでしょうね。だから例えば僕なんかでも何かこう人知を超えた大きな存在っていうのが絶えずあるんだっていうふうには思ってますけど、だからといってそこにあまりにも恐れ多い感覚を持ったりとか、しちゃうと、生きることが大変になったり他の人を巻き込んだり熱狂したり、するもんだと思うんですよね。で、ユーモアのセンスっていうのはそれをすごく和らげる、だから例えば笑いの種にされたからって言ってそれを一緒になって笑えるようなおおらかさというかですね、例えば自分の信仰している宗教を笑い話にされたからってそれを笑えるおおらかさとかそういったのが人の器になってくるんじゃないかなと思うんですね。